と中ドランクで飲みすぎてしまったので、今日は料理をしっかり説明するために再び戻ってきました。今夜はガールズナイトでーす。ちょこちょこいろんなものをつまみたいと思います。お腹すいたー、超ペコペコ。レッツゴー。おしゃれな雰囲気なんですけれども、で壁にね、こういう女の子が泣いているテラとか、あとここはこの照明が一つ一つすごいなんかかっこいいんですよね。これはなんかすごいかっこいいし、これも変わってますよね。でこの奥の席がなんと振りごたつになってるんです。クレープみたいなので中にカニが入ってます。の上にこれもごまっぽいソースかな。これから食べてみます。イエーイ。じゃあいただこうか。はい、いただきます、はい、じゃあいただきます。流しっぱ。はい、こちらがオーダーした焼肉サラダです。これから食べてみます。こちらがオーダーした刺身の盛り合わせです。こちらがトロですね。で上がヒラメで、ツナ、マグロです。こちらがイエローテールのベリー、ハマチの、ね、脂が乗ってます。お腹のパートです。あとウニ、シゴチュン、すごい美味しそうです。ね、裏目の笑顔もあるね。超豪華。
ました。シーフードパスタ来ました。カニとかイカとか入って美味しそう。でもちょっとスパイシーかな。ここにホットソースがかかってます。食べてみます。いただきます。いただきます。すごいみんなフレンドリーに話してくれるし、なんか初めて来たのに友達がいっぱいできるっていうのがすごい楽しいです。